うわ、聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。男性も女性も気になる部位ベスト1がお腹って知ってましたか？脂肪が取れないとへこまないよって思ってる人も多いと思いますが、実は姿勢が変わるだけで全然変わるんです。スタイルがいい人やお腹の脂肪が少ない人も、食べ過ぎたりお腹の力を抜くとポコーンと出ます。ですが、お腹を引っ込めとく力や姿勢があるので、お腹がへこんでいる状態なんです。出ている人に限って、このお腹をへこませる力と姿勢を使う筋肉が足りないんです。今回は腹筋の上部、中部、下部、お腹をへこませる腹横筋と姿勢を作る骨盤を立てる意識、全部20秒の5種目になってます。1分ちょっとで終わります。これぐらい頑張ってください。全体通してやることで下半身の血流が上がる、男性はめちゃくちゃ嬉しいメリットだと思います。女性は反り腰が解消されて、下腹ポッコリがペッコリになりますんで、今日も一歩前進しましょう。寝たままでスマホ持ったまま上体を起こしてキープです。これで腹筋上部を使います。足は肩幅です。息をしっかり吐きます。息長く吐くのが全部ポイントになってます。お腹をどんどん引っ込めながら、 OK。 今度は足上に上げます。体を上に起こします。足の力少し抜きます。これでキープです。息は長く吐きます。上に起きる感じです。はい、吸って吐きます。どんどん吐いて。 OK。 次は下部です。腰床つけたままで足を、とにかく足はゆっくりゆっくり動かします。少し足を開いて、腰が隙間できないようにゆっくり、ふう、息長く吐いて、もう一回、OK。起き上がります。次はとにかくお腹をずっと引っ込めてください。息を吐きながらしっかり胸張って、息長く吐いて、どんどん引っ込めて、引っ込めて、吸って膨らまさないように、で吐いて、これが一番きついかもしれない。最後はね、腰をしっかり丸める。姿勢作るためにはお尻締めなきゃいけませんから、四つん這いでね、足を開いて腰を丸める。これでお腹をどんどん引っ込める。吸って吐く、どんどん引っ込めて、お尻が出ないように。よっしゃ、オッケー。お疲れ様でした。今回の6種目、これがもう鉄板メニューになります。お腹気になる、姿勢が悪い、食後のお腹出やすい、もうお腹の悩みは全部これで解決できますんで、何度も見ながらやってください。特におすすめなのは、2日に一遍ぐらいがおすすめです。お腹の力ってやっぱり抜けてしまうんで、腹筋メニューを2日3日やらなかったら、またお腹がポコンと出ます。毎日もしくは2日に一遍ぐらいすることによって、常にお腹に緊張ができて姿勢を正しく保てれたり、お腹が出にくくなったり、お腹をへこませるっていう意識がすごくできやすいんで、1分ちょっと何度も見ながらやってください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。